弟製薬公式 YouTuber の根本すいこころです。弟の音です。キャッチコピーキャンペーン当選者発表会、イエーイ。私の Twitter でキャッチコピーを考えてくださいっていう企画をやらさせていただいておりました、うん、まずは皆様、うん、たくさんのご応募本当にありがとうございました。ありがとうございました。なんとね、聞いて、何、200件以上も応募来てたの。200件以上、そう、いただいたの。すごい、たくさん本当にありがとうございます。ちゃんと全部見させていただいているのでご安心してくださいね、うん、で、まあそのキャンペーン何って思っている方もいると思うので、簡単に説明させていただきます。お、公式っぽい。まあ公式ですからね。今回はメンソレータム薬用リップスティックを持った私の画像に合うキャッチコピーを考えてくださいという内容でした、うん、で、その画像がこちら。どうよこれ、よく撮れてるでしょそうね、まあでもなかなかいろいろ考えられるよね。あ、どうぞ。え、音の考えを何か。カサカサやねん。いや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 、あかんやろそんなん。え、リップ売るのにそんなんあかんやろ。いやいや、だからカサカサだから塗るよっていうことだよ。あー、私カサカサやねん。私カサカサやねん。あ、それだね。はい、というわけでね、まあ本当は応募してくださった方全員にプレゼント渡したいわけなんですけれども、いや、そうもいかないわけで、今回は3名の方に豪華商品をプレゼントいたします。3名。はい、3名です。ちなみにどんなのでしたっけ。いやー、いいし、何が、いやいやいや、いや今の流れ豪華商品のことでしょ。あ、そうですよね。何ですか。豪華商品はなんとロート製薬の商品詰め合わせと普段私が使っている名刺をプレゼントいたしますよ皆さん。どうですか。いいですね。これは気合が入る。欲しいんじゃないのみんな。私も欲しい。持ってるでしょ。欲しいでしょ。ロート製品は欲しい。欲しいでしょ。で、その3名の方をこの動画の中で発表させていただこうと思います。でね、〇〇賞みたいな感じで心賞、音賞を決めたいなって思ってます。なるほど。はい。あれ2人、3人でしょ。そうなんですよ、分かっております。ちゃんともう一人来ていただいております。もう一人、音くん久しぶり。僕ネバシーだよ。ああ、ってなんだ、僕が来たんだぞ、喜べよ。ああ、やっぱりね、念願のネバシーです。皆さんよろしくお願いします。節分の豆、うまー。応募いただいた中に、うん、なんとあの富士チョコさんが応募してくださっていたんですよ。なんと、いや本当にありがとうございます。ありがとうございます。冬の潤い、守るひと塗りでございます。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。素敵なキャッチコピーを発表させていただいたところで、はい、まずはね、心のノミネート作品を紹介したいと思います、うん、お願いします。アカウント名、ウゴの月さんからいただきました、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。冬の朝、心にそっとメンソレータム。はい、素晴らしい作品をね、いやこれ見た時ビビッときたよね。ビビッときた、うん、私の心を入れてくれてるってことがもう、そうだね、まずポイント超高い、超高い。そこなんだ。いやもう本当に、いやもう大事だよ、大事だよ。だって私が映ってるもん。ありがとうございます。アカウント名がツナパパさんです。ん、熱燗、こたつ、メンソレ、冬の三種の神器です。ほうほう、です、です。いやもう素晴らしいね、分かってらっしゃる。感が入ってるからでしょ。いや違いますよ。違うの。まあ、それもあるよ、それもあるよ。よく考えつくよね。本当にね、いやよく考えてくれてる。私のこともよく分かってくださってる。アカウント名が闇切りレイヤさん。うん、心みたいな唇になってみひん。はい、です。出ました、また心ね。選びたくなるよね、心って入ってたらね。ほら、なんで、どうして。いやもう関西弁っていうところもポイント高いよね。あ、関西弁ね。これはでも、うん、あれだよ、姉ちゃんにもちょっと責任生じるからね。な、何が。もうちゃんとなってみたい唇に。いや安心してください、なってなきゃダメだよ。私はいつもうるうるピカピカプルプルですはい、ということで以上3作品発表させていただきました。ノミネート作品ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。音賞のノミネート作品を発表していきましょう。任せてください。はい、お願いします。じゃあ僕も3つ選びました。はい、ダディさんからいただきました。ダディさん、ありがとうございます。今度こそは最後まで使い切ってみせる。
です。はい、すごいね、意気込みを感じられる。意気込み感じるでしょ、うん、なんで選んだの。ちょっとあるあるなところあるじゃない。まあね、ね、いやわかる、最後回して出ないところは捨てちゃうっていうこともあるよね、うん、いやいい作品を選びましたね。熱意も伝わります。熱意も伝わります。はい、ということで、はい、ヤックルさんからいただきました。一塗りで私は完成する。かっこいい。かっこいいでしょこれ。いやかっこいい。いやこれ何完成するって。いや強キャラ感あるよねこれ。いや強キャラ感ある。いや一塗りで私は完成する。いやかっこいい、めっちゃかっこいい。これなんか人によっていろいろなんかね、ちょっと待って、そうだ、捉え方があるよね。これ私がいるんだ。そうだよ。いやすごいすごい、なんか今あめっちゃ感動しちゃった、言葉に。感動した。うん、なんかあそうだと思って、私だと思って、いい作品です。つぎはぎ世界さんからいただきました。つぎはぎ世界さんね、ありがとうございます。ありがとうございます。彼女は毎秒塗ってます。いやそうね、まあいやーこれね、姉ちゃんのことよくわかってるよね。いやいやいや、そんな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 、うん、そんな頻繁に、まあ塗るといいことあるけど、まあね、そんなちょっと常に塗ってるわけじゃない。やっぱ毎秒塗ってるからこそなってみたい唇っていう。そうね、そういうことで、まあまあまあ、常に持ち歩くのはいいことですよね。いや繋がりました。はい、素敵な3作品ですね。あでもなんか3つともシンプルでいいかなって、うん、確かに、うん、1行でバーンって感じの多かったね。ということで、はい、オトのノミネート3作品でした。はいはい、では最後は僕から発表させていただきます。ね、ちゃんと真剣に選んだ。マウス、え、選んだよ。ひどいよ、そういうのやめた方がいいよ。いや本当頼むよ。もういつもいつも僕のこと信頼してない。ね、じゃあね、1つ目発表するね。アカウント名がオッジさん。オッジさんからいただきました。ありがとうございます、はい、スティックのりじゃないんだからねです。いや気持ちわかる。たまに文房具に入ってるでしょ。入ってねえよ。あ、リップだったって思った時あるでしょ。ねえよ。あるでしょ。共感してくれる人がたくさんいると思ったんで僕はこれを選びました。絶対ないよ。アカウント名のむのむたさんからいただきました。はい、中の年リップのロートに注目やで、いっぱい注しようです。いやめっちゃいいね。どういうことですか。めっちゃいいね。いやめっちゃいいねこれね。五感で選んでませんか。いや違います。今年何年しか知ってる。ネズミ年です。でしょ。そういうこと。どういうことだよ。中ですよ、わかってる。いやわかるよ。だからいっぱい注しようって言ってんね。言ってんね。言ってんね、うん、あそう。三つ目トワルさんからいただきました。ありがとうございます。トライです。はい、素晴らしい。待って、ちょっと待って、え、もう一回。トライです。何、ト、トライ、トライ、トライ、お、いただきました、ありがとうございます。まあ使ってみよう、やってみよう、いろんなこと挑戦してみよう、ラグビー関係あるのかなって思ったから、あー素敵な年になったねっていうことで使いましたね、去年ね。以上3つです。はい、ということで本当にたくさんいい作品があったんですが、うん、はい、当選者を1名ずつ発表させていただきたいと思います。1名ずつ。はい、1名なんですね、申し訳ないけど。はい、ではまず心賞から発表いたします。うん、お願いします。心賞は冬の朝心にそっとメンソレータムのウゴの月さんです。おめでとうございます。いやー本当に私これもうビビビッときちゃったからね、決めちゃいました。じゃあ続いて音賞の発表です。音賞は、デン、一塗りで私は完成する、ということでヤックルさんおめでとうございます。おめでとうございます。強辛感が勝ちましたね。これは最後ですね。はい、最後は僕ネバイシーの番でござる。ござる、ござる。はい、ネバイシー賞はドン、中の年リップのロートに注目やで、いっぱいチューしよの、あ、の、のぶ、のぶたさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。やっぱりね、俺になったんだ。いや今年だから、今年、今年はね、中の年だから、ネズミ年だから。はい、というわけで、はい、というわけでどうでした。いやこれは選ぶのになかなか苦労したよ ね、 200件以上
オも応募来ていたから、うん、その中からこの1名を選ぶのって本当に大変でした。でもこう言っちゃなんだけど紙一重というかね、本当にどの作品もすごい素敵だったから、いや、ね、本当にいや見てる時めっちゃ楽しかった。そうだね、うんうん、いやありがとうございます。ありがとうございました。またこういう企画やってネバ社員のみんなにいつもお世話になってるお返ししたいです、うん、ですのでまた企画やった時はぜひ皆さん参加してくださいね。お願いします。はい、では今日当選した方改めておめでとうございます。おめでとうございます。それではバイバイ。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、ツイッターを見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。